月見肉ワンタン麺。この上りを見て吸い寄せられるように来ちゃった丸源ラーメン。以前丸源ラーメンの肉そばの動画2本上げてるから、今回3本目の動画いざ入店。やっぱ丸源ラーメン来たら特セット頼まないとね、かなりお得なんだよね。この中から好きなラーメンを1品選んでっていう感じなんだけど、今回このチャーハンセット、それとあと期間限定の肉ワンタン麺、あとは替え玉、結構お腹いっぱい食べたい人なんで、を頼んで丸源ラーメン楽しみたいと思います。あと12月29日からウェブ予約で福袋が売ってるみたいなんだけど、1000円のこの餃子の冷凍餃子のパック買うと1000円分のまたクーポンがもらえるみたいなんで、ぜひ興味のある方ウェブから予約してみてください。売り切れ次第終了ですよ。熱々の鉄板に乗って登場の鉄板卵チャーハン、こちら増量してます。よくかき混ぜてと、自分のいい感じの時に卵かき混ぜていい感じにすんだよね。で野沢菜ちゃんも入れて、これ入れるとかなりピリ辛になるからかなりおすすめ。適量入れて、でそっからまた混ぜ混ぜ混ぜってしていくんだけど、また野沢菜ちゃん追加で入れたよ。ではいただきます。この野沢菜ちゃんはめちゃくちゃピリ辛で、丸源ラーメン行ったら絶対入れちゃう野沢菜かな。あと引く辛さでおすすめです。熟成醤油月見肉ワンタン麺。具材は海苔とメンマとネギと味玉と肉ワンタン。めちゃくちゃうまそうだよね。この味玉なんてすごいいい色だよね。でこちらが肉ワンタン、それと麺、細麺だね。まず最初はそのまんまいただいてみたいと思います。やっぱ丸源ラーメンって言ったら、やっぱ味変を何回かして楽しむラーメンっていうイメージもあるので、とりあえず最初は普通に食べてます。バッチリスープを吸った肉ワンタンをレンゲですくってパクリ。熟成醤油が染みててマジうま。熟成醤油は普通の醤油と比べるとなんか香ばしい感じがして、ハマる人にはハマるかも。お次は味玉いただきます。味玉もいい感じ。よっしゃー、また麺すすっちゃおう。ズルズルズルっと。ここで揚げニンニク登場。揚げニンニクで最初の味変。最初の味変は揚げニンニクなんだけど、揚げニンニク入れるとね、食感が良くなるしね、口から鼻に抜けるニンニクの香りも最高にいいんだよね。よかったらみんなやってみてください。揚げニンニクが絡んだ麺を海苔でくるっと巻いてズルズルっと食べる、これ最高にうまいんだよね。食感と香りを楽しむ。この鉄板卵チャーハンに野沢菜ちゃん入れるとピリ辛で食欲増進するし、マジうまいからみんなやってみて、そろそろ完食しちゃいそうです。麺は食べ終わったから、そろそろ替え玉。替え玉をスープでよくほぐして、泥だれラー油を入れて味変。味変して楽しむのが丸源ラーメンの醍醐味。最後の味変はさっぱりと酢。よくかき混ぜてと、ズル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 、スープも飲んで、ごちそうさまでした。